皆さんこんにちは。ヌンチャクパフォーマー頑張りまするガンバマサルです。さて、今回この動画なんですけれども、ヌンチャクを振り回すっていうよりは僕の体験談をお話ししていきたいと思います。はい。僕ヌンチャクと旅する男っていう肩書きもございまして、日本全国を旅してて、でその、観光地の前、観光地をバックにしてヌンチャクをなんていうことをよくやってるんですよね。で、その動画を上げた時に必ず言われるのが、気をつけてね、通報されないようにね、そういうこと言われます。そうですよね。確かにあんなことやってたらちょっと危ないなって思いますよね。ではこれについてちょっとお話をしていきたいと思います。まずじゃあ一個結論から言ってしまうと、通報されたことあるのかどうか、おそらくないです。ないんですよ。というのが、ヌンチャクを振っていっておまわりさんに声をかけられたことは一度もないです。そう、一度もないんですよ。ヌンチャク振っててですよ、一度もないんです。でここで僕が心がけてること、ちょっとお話をしていきたいと思います。で観光してヌンチャクを振るときなんですけれども、ちょっとね、僕の動画をご覧いただきながら、ちょっとね、ご覧いただきながらって同時に見れないですけどね、ご覧いただいた上で、ちょっとね、なんか考えてほしいんですけど、あれ？そう、気づくことがあると思うんです。人、映ってないな。そうなんですよ。人が映ってないんですよ。はい。ということはどういうことか。人が、いないときに振ってます。そうなんですよ。人がいないときにこっそりヌンチャクを振って動画を撮っているんですね。基本的にはこのスタンス。そう、なぜそういうことができるかというと、一つ、めちゃめちゃ朝早く行ったりします。そう、朝5時、6時ぐらいにその場所に行ったりしてるんですよ。ということはですよ、基本的には観光客はいません。強いて言うなれば、ラジオ体操をしてる方がいるぐらい。あとは健康の散歩のために来てる方とかがいるぐらいで、人あんまりいないんですよ。はい。でなので、人がいない状況で大体振ってることが多いですね。振って動画撮ってることが多いです。でそういうね、散歩してる人、ラジオ体操してる人がいたとしても、そういう人たちに見られない工夫をしながら実は動画を撮ってるんですよね。例えば、あれバッグにちょっとヌンチャク振って動画撮ってみたいなっていう時に、人がどうしてもいると何人かっていう時にはどうしてるか、待ってます。そう、待ってるんですよ。こう、例えばね、スマホ持ってこう、いい景色だなって写真撮ったりとか、こう動画を撮ってみたりとか、あとこうスマホいじってるふりしてみたりとか、いいよねってこういう風なことをしながら待ってます。で、人が今いなくなったっていう瞬間に、バババッと準備して、バババババババッと撮ってるんですよ。そう、はい。で、もうちょっとさ、ちょっと人来そうだなっていう時はもう早めに切り上げるんですね。だから、最短だと5秒ぐらいかな。5秒ぐらいでババ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 ッ、よしって撤収っていうふうなことをやってたりします。気をつけてるのは そこですね。基本的には人がいないところで振ってる。もう一つ、次に、距離感としては僕、半径20メートル以内に人がいないような状況で振ってたりします。半径20メートルですよ。結構ね、20メートルって離れてますね。だから例えば、僕をガン見した場合、その先にですよね、ガン見した場合には、あれ、ヌンチャク持ってるってもしかしたら思うかもしれないんですけど、例えば20メートルだけでチラッと見た時に、あれ、あの人なんかやってんな、あれ、なんかバトンみたいなもの持ってる、あ、なんかダンスでもしてんのかな、ぐらいの認識にされるようにしてるんですよ。いやいやいや、ヌンチャクバレるでしょ、思うでしょ、
だからそういう人が20メートルちょい先ぐらいにいた場合には基本的なヌンチャクこういう風な振りとかしないでこういう風な感じにします。そうリストスピン、そうこういう技を使ってるんですよね。そう例えばですよ、ヌンチャクを全然知らない人、全然知らない人が20メートル以上先からこうやってるのを見てこれをヌンチャクと認識するかどうかですよ。そうまあこのリストスピンっていう技が知ってね、知ってればあれはヌンチャクだってなると思うんですけど、大体の人は気づかないと思うんですよね、うん、だから、まあ、20メートル先、まあ、20メートル以上先に人がいるっていうのをや、ね想定して取ると、はい、あとは見られても大丈夫なように基本的にはヌンチャクらしからの動きをすると、はい、そういうことを工夫してます。ともう一つ極力見られないようにしたんですよ。そうどうしてもやっぱり20メートル先には人はいちゃう、ひちょひちゃう、これはどうしようもないっていう場合には、まあ、ちょっとその人がいる角度にもよるんですけど、例えば、まあ、その人をこう背にしまして、あっちに人がいますと、でカメラここに構える、で背中でこうがっつり隠しながらこういう動きをしてるんですよ。例えばこれ見ますか、もうほとんど何やってるか分かんないですよね。そうこういうふうに、例えば人がだいぶ先にいたとしても、まあ、20メートルですよ、半径20メートル以内に人がいない、まあ、ただ20メートル以上先には人はいる、はい、っていう時にも極力ヌンチャクと認識させないように、あとは体で隠せるんであれば体で隠してヌンチャクをね、ヌンチャクを隠して動画撮ってたりしてるんですよ。なので、まあ、おそらくはその僕がその観光地でヌンチャクを振ってるっていうのはあんまり認識はされてないと思います、うん、でその観光地で振るときにもう一個ちょっと僕が単純に気をつけてるというか、まあこういうことを思いながらやってるっていうのがあって、っていうのも僕、日本全国ね、なんとか観光地を盛り上げたいっていう気持ちがあるんです。ただ僕の知名度が本当にないっていうのと、あと僕が PR とか下手くそなんであんまりそういうのはできない、うん、のがあるので、と考えると今観光に来てる人たちは確実に楽しんで帰ってほしいわけですよ。でそんな時にですよ、ヌンチャクをぶわー振ってるやつがいた場合に、あの人面白いなって思う人もいれば、うわ危ね、なんか武器振り回してる、うわせっかく観光に来たのになんでこんなことっていうね人もいらっしゃると思うんです。だから僕はそっちの方をちょっと優先して考えるものですから、そういうせっかく観光に来てるのになんでこんなのに遭遇したいんちゃったんだって思わせないように、基本的にはその観光楽しんでねっていう気持ちを持ちながらひっそりと動画を撮ってる感じなんですよね。はい、なのでよくアドバイスくれる方いらっしゃるんです。いや絶対通報されるから気をつけた方がいいよ、うん、ありがとうございます。実はねめちゃめちゃ気をつけてるんです。はい、あとは絶対に硬いのは持っていきません。うん、柔らかいやつ、そう絶対柔らかいやつ持っていくんで、万が一ですよ、万が一こんだけ気をつけても見つかった場合にですよ、お前らがちょ、ヌンチャク危ないじゃないですか、何やってるんですか、ああ大丈夫です、これおもちゃなんで、おもちゃなんですよ、僕ねヌンチャクのパフォーマンスやってて、そうどうしてもねこういう観光地をバックにねヌンチャク振った動画撮りたいんですって言い訳ができるように、基本的には柔らかいもの持ってます。木のとか、あと金属の、まあ、アルミのとかも軽いんですけど、アルミはまずいかな、そうは持ってかないようにしてます。基本的には柔らかいやつを持っていってると、はい、いうことなので、まあ、それぐらい気をつけてるんで、基本的に僕の観光地ヌンチャクはね、なんかね通報されることはね今のところはないかと思います。ただし一個問題があって、例えばまあ仕事でまあ全国回ってたりするんですけど、まあ、一緒に回ってる先輩とかがその観光地に一緒に行った時に、おおガンバ動画撮ってやるよって言われた時に、ちょっと調子に乗っちゃう。そう、一人の時には本当に慎重にやるんですけど、先輩とかがいるとつい調子に乗っちゃう。だからその半径 20m は大体守るんですよ、守るんですけど、あんまりなんかねそこまで一人の時ほど気にしないでやっちゃう時がある。だからそういう時にはもしかしたら見つかっちゃうかもっていうのはあるんですけど、うん、ただ今僕47都道府県を全部セーフや、飛車制覇しちゃったし、だから絶対ここで取んなきゃ
っていうね、使命感はね、以前ほどないんですよ。はい、だから、まあ、あ、ここ、見られたからいいや、とか、あと、記念写真撮れたからいいや、っていう感じで、ね、諦めがね、結構つく感じなんですよね。はい。まあ、なんかね、ちょっとまとまるかないですけど、観光地ヌンチャクはこんな風にやっておりますんでね。はい。なので、ちょっと、まあ、安心してっていうのもちょっとおかしいですけど、まあ、安心してね、ご覧いただければと思います。そのぐらい気をつけて撮影をしておりますからね。次にですね、その通報といえばですね、まあ、公演とかで練習してるときに通報されないんですか？で、こういうのもちょっと質問されるんです。教室来た生徒さんとかに、なんか練習場所ってどうしたらいいですかね？公演とかで練習したら通報されますかね？そういった質問があるんです。はい。まあ、これに関して、あくまで僕の周りと僕の体験談でしかお話はできないんですけれども、通報されることに実際にあるみたいです。うん、あるみたいです。っていうのも僕の周りで、なんかお巡りさん急に来ちゃった。とか、ね、単純にその見回りをしてたお巡りさんに声かけられた、そういったことでもちょっと聞くんですよね。でね、じゃあ実際あんたはどうなの、僕どうなのって言われた時に、僕は一度もないんですよ。そう、ヌンチャクをこう練習してたりとかしてて、お巡りさんに、おいちょ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 、それなんだろう、危ないよ、ないんですよ。そう、一切ございません。なぜかというと、これもね、ちょっと僕の中で気をつけてることがあって、公園で練習するときも、さっきの観光室と同じで、基本的には人に見られないようにやってます。で、その半径20メートルっていうルールも、そのまま入れてます。そのまま練習をしてるんですね。うん。で、さっきも人がいる方向に向かって背を向けて練習してるんですよ。ヌンチャク隠してるんですよ。っていうふうなことも言ってたと思うんですけど、それも、公園の練習でもそれ気をつけてます。うん。そうだから、で、あとまあ人がいたときには、ヌンチャクらしからの方の動きであると。あんまりこの、ガーンとこの叩いてるような動きは出さずに、こうリストスピンとか、あと投げたりとか、あ、なんかあの人ジャグリングでもやってるのかな、ダンスでもやってるのかな、というぐらいな認識にしか、ね、ならないような動きにシフトしたりするんですね。うん。だから、おそらく、あ、なんかその通報されるとかっていうのは、これまでないと思います。もしかしたら通報されてたんだけど、そのおまわりさんが駆けつけた後に僕が家に帰ってたっていうのは可能性がありますけどね。あるんですけど、これまでおまわりさんにちょっとちょっとって声かけられたことはないんですよ。うん。だからその公演とは言っても、練習するときにはそのぐらい気をつけて練習はしてるんですね。うん。で、ただ警備の人に声をかけられたことはあります。まあ、これどこかというとね、東京でいうと代々木公園。はい、あそこね、もともと何でもありな公園だったんですよ。例えば、まあ、長い武器とかね、まあ、剣とかね、刀もそうです、バーって2人と立ち回りの練習とかしても良かったんですけど、ここ数年前、何年前か忘れましたけど、からおそらく禁止になってるみたいなんですよね。うん。一気に団体もいなくなったし、そういう風なのをやってると警備の人がね、すぐに声かけてくるんですよ。そう、警備の人がね、自転車でぐるーっと回ってて、なんかね、そういうの見かけると声かけてくるんです。で、僕も、まあ、ヌンチャクコパー練習して、そんなになんか肩に乗ってないんですよ。この柔らかいので、こう、練習したときに、横森さん、駆け寄ってくるわけですよ。で、あ、何やってんの？あ、いや、ヌンチャク練習してるんです。え、ヌンチャク武器じゃ危ないじゃん。ちょっと大丈夫なのそれ。あ、おもちゃだから大丈夫です。見てくださいよ。あ、確かに柔らかいし、おもちゃだね。まあ、気をつけて練習してね。まあ、そんな感じで終わるわけですよ。そう。だから、基本的には公園で練習するときも、まあ、そう、ね、公園にもよるし、その、遊んでる人たちにもよるし、まあ、警備員さんがうろちょろしてるかどうかっていうことにもよるんですけど、なんでも言い逃れができるように、柔らかいのを使った方が僕はいいと思います。うん。だから、公園で練習したいんだけど、通報されないかどうか心配だなっていう人は、基本的には柔らかいのを使ってください。あとは、できるだけ人に見られないようにするといいと思います。で、僕、そのさっきの半径 20m の話ですけど、以内に入ってきた場合には練習切り上げます。切り上げて、またね、さっきのスマホを見て、こう、で、こうなんかね、物思いにふけってるような、そういう仕草を見せます。で、人がいなくなった瞬間、また練習再開。っていうふうな感じのことをやっております。そう。実はね、こう、ヌンチャク振るだけでもね、こういう涙ぐましくはないか。まあ、そういうね、努力もね、してたりするんですよね。そうだから、まあ、やっぱりそういうのって、ね、まあ、この動画だけ見てるだけだとわからないと思うんですけど、うん、そのぐらいの、まあ、努力はしているということなんですね。うん、そう、僕の動画に基本的に人が映り込んでこない、まあ、たまにあります、映り込んだのあるのありますよ、あるんですけど、映り込んでこないのはそれが理由です。そこまで気をつけて撮影練習をしているということなんですね。
まあ、というわけで今回の動画なんですけども、ヌンチャクはほとんど振り回すこともなく、ね、体験談だけ語らせていただきました。ね、ヌンチャク振ってて通報されたことないんですか、まあ、そういったトークでした。はい、ね、なんかつまらない話になってしまったかもしれないですけど、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。